まあ、大体もうクロスから来るのでクロスに向いて立っておく。で、まあ、その正面にちょっとここでここに正面にあの我々コーチがいますんで、そのコーチに正面向きで立っていく。サーブね、サーブ打ってくる人の方を向いて立っておく。つま先はこういう形で並びますよね。コートに対してまっすぐではなくて相手に対してまっすぐ立つ。これすごく、どのショットにも共通していることです。まあ、ダブルスの前衛のポーチに行く前とかもそうですね。斜め向いて立つ。で、斜めに対して、斜め前に動くっていうことが必要になるので、動く方向、まあ、これがつま先とつま先を結んだ線だとしたら、動く方向はそれよりも斜め前になる。こっちは、まあ、ものすごく簡単に言うとベースラインに沿って動くって形です。で、結構起こりやすいのが、こう立っててワイド取ろうとして斜めに走れない、それでエースを取られたりとか、まあ、うまく、まあ、例えばこういう環境的な要因もありますね。これはもう取ることできないので、そしたらもうその中で戦うしかないってなったら、いち早くここに動くことです。まあ、すぐ前向くとここが動けない。で、もう一つ意外とここも前に突っ込んでしまうんです。前向いて立ってるとセンターのサーブ突っ込んでうまく取れない。センターは若干こういう感じです。あの斜め向きに対して斜め前に動くので、ベースラインに沿って動けば十分です。結構この認識が大事です。前向いてよし斜め前だっつってこういくと突っ込んで打つことになるんです。それをなるべく斜めに立って、斜めに立った上で斜め前に進んでいくとベースラインとイコールに大体なってきます。だから、プロの方見ててもそうですけど、センターのサーブ割と下がり目で打ってる方多いんですよ。こう立ってるから別に下がってますけど、この線に対してはまだそんなに真横には動いてるわけではないんですね。その辺がちょっと、分からない方も結構多いので、立ち位置は、まあ、ここで大体いいですね。シングルスのサイドラインに外側の足がかかるぐらいでいいと思うんですけど、ここから斜め向いて斜め前に動いていくっていうところが大事です。で、ここは実際にワイドのサーブの処理を練習します。フォアサイドなので、ワンバウンドでこういう感じで出ますんで、それをこっちに追っかけてこう打っていきます。動く方向は大体このね、斜め前です。で、必ずクロスかセンターに返せるようにしましょう。例えば普段ここでステップ踏む方はこの辺からでいいですね。ここからそれから1歩目2歩目って出していく。その場でやるとこう動きやすい。一歩前に入るとこう動きやすいっていうことになるので、まあ、スプリットステップもなるべく静かにして、着地をして、ここも着地を静かにしてそれから打っていくという形でやっていきましょう。こんな感じで、こう前に入りながら、でさっきよりも足は忙しくなりますので。